写真拡大。左ふくらはぎの針で2軍調整中の阪神マルテが7日鳴尾浜で残留練習に参加し、フリー打撃で36スイング中6本の柵越えを放った。ベースランニングも行うなど順調な回復ぶりを見せた。しっかりトレーニングして今後は絶対にこういうことが起こらないように。実戦復帰の時期については必要とされた時に向けて準備していきたいと話した。